はい、こんにちは、ピカです。今日はね、なんだっけこれ、 RZ だっけ、 RX7 ね、ツーローターの RX7、 もう名車ですね、本当にね。これもね、この丸いデザイン、あれ、そうドアノブがそこなんだよね。懐かしい。これもな、アペックスシールが行くんだよね。で、握手くなくなって、あ、なんていうの、圧縮なくなって結構こうエンジンかかんなくなったりとかね。プラグかぶったりとかするんだよね、この車。かわいいね。さあ、早速ちょっとね、首都高乗っていきたいと思います。はい、RX7 ね、首都高を持ってきました。どうすか？いやー、この辺本当にリアル。いや、車の匂いがするわ。ね。どうすか RX7、 懐かしいね。懐かしいのかな、みんな。いやー、ほんとこうやってね、 VR で乗れるってすごいね。感動しますね。うん、エアコンちょっと暑いから入れたいなーっつって、手は伸びないんだけど。で、こうあれだね、オフセットしてんのね、ちょっと右にね。それまで再現されてるわ。よし、ちょっと走ってきます。あ、このシフト音ピーっつって、レブのね。ああ、はい、超コーナリングマシーン。おお、素晴らしいハンドリング、いいね。めっちゃ速いじゃん、コーナー。何これ、危ねえ、危ない。いや、怖え。いや、よく今踏みとどまったな、ね、タイヤが難しい。いや、いいよ、でも。まあ、一応車線を守るぐらいのスピードにしよう。追い越し車線をね。ここは出したな、もうなんか昔走った。ブラインドコーナーいけないよね、渋滞してると怖いもん。そうこんな感じでね。じゃあ芝公園出てます。じゃあね、早速鈴鹿サーキット持ってって走ってみたいと思います。はい、 RX7 ね、鈴鹿サーキット持ってきました。タイムアタックしていきたいと思います。この音ね。レブリミットの音、懐かしいね。もうちょっとなんかこんな音だっけ。あ、こんな音だね。さあ、行くぞ、RX7。 俺ちょっと座高高くねえか、大丈夫か。ライトしまいたいね。これ空力だいぶ違うと思うんだよね、ライト。あの、ロードスターでもさ、あの、え、どうした、何が起こってる。やばいな、この車。やべ、喋れなくなった。軽いね。いや、いいね。うん、なるほど、だいぶいいね。あ、怖い。いや、この車はね、チューニングしたらすごい良くなるね。いい素性を持ってますね。まあ、この剛性感はなんとかなるし、あとなんだこの、まあ、とにかくこの軽くてロータリーっていう、もう本当に、そのね、それがね、素晴らしくいいね。エンジンパワーが全くないけど、まあ、280馬力だったっけ、当時。
となくそこまで出てない感じがわかんない、ね、あ、そんなことないか。おお、ブレーキ残すとやばいね、この。いやもうこの年代全般に言えることはね、フロントのとにかくは伸び足が伸びすぎ、ですね。ダンパーがもうほんと抜けてる感じ。まあリアもそうかな。でもフロントの、もともとダンパーやばいやばいやばい。だってほら見てよ、もうどこで走っていいか分かんないよね。ダンパーのどの辺を使っていいかが分かんないわちょっと待ってクソ下手くそになってる。ちょっと待ってちょっと待って、いろんな車やりすぎてさ乗り方が分かんなくなってきてる。ちょっと待てよ、いくぞ。まず1コーナーだな、課題は。結構奥まで行けんのかな。奥まで1回ブレーキして、1回ブレーキして入ってアクセル立つタイプで、ブレーキ残しちゃあかーん。やっちゃった、失敗。全然タイム遅くなった今。いやー、この車もなんか外車に近いよね。外車に近い、ブレーキね残しちゃいけない感じタイプ。リア荷重ポルシェみたいな乗り方、ポルシェみたいな。リア荷重とにかくねかけていかないとダメな、ミッドシップみたいな乗り方だね。 FR というよりは、ほらほらほら、なんか赤いの出た、赤いの出た。ああ、ちょっと変なとこ乗った、変なとこ乗った2回ブレーキ使っちゃうわもう。いや、戻るのも早いんだよ、ダンパーがさ、フロントさ沈み込むじゃん。戻るの早いからさちょっとごめん、はい、鈴鹿サーキットね持ってきました。何分出るかやってみます。そのぐらい出したい、1分、2分20秒出したいかな。20秒出たら立派だよな、この年代の車で。車どうなんだ。おお、ダンパーが、なんなのこのダンパー、抜けてんじゃんフロント。見て見て、このちょっと今のね、何が問題、ロールするのはそんな問題じゃないんだ、荷重かかるから。何が問題ってね、フロントの荷重がすぐ抜けてきちゃうんだよね。降って戻ってきちゃうじゃん。うう、何この車急にリバースするじゃん、リア。なるほど、より丁寧に、うわー難しい、より丁寧にこんな感じか。あのね、ブレーキのねリリースがすごい難しい。ダンパーの戻りを自分でコントロールしかないと。いや、自分でもちろんコントロールしてるんだけど、なんだろうな、戻るスピードをさ、ダンパー任せじゃなくて動力任せなんだよね。あのフロント荷重かかるじゃん、見て、ここからね、ここフロント荷重かかって、それが沈み込んで戻るタイミング、今ね、ブレーキでやってんのよ、自分で。ブレーキでスーって戻ったじゃん。ブレーキを緩めながら、スーって戻してんの。これ本当はね、もうちょっとこう、あ、今うまくいったな。もうちょっとこう、なんていうの、ポンって戻しても、ダンピングが効いてる車だと、自然にこう、スーってゆっくり戻ってきてくれるんだ。この車、スッってブレーキ戻すと、スーって抜けちゃうから、まずいのよ。今埋めるよ。ちょっとブレーキかけすぎた、残しすぎる。だからすごいタイミング難しい。あのままだってピュッてやったらもうパッて抜けて、あと沈み込みすぎててリアが流れちゃう。リアがプアな割にはフロントがすごいシビアだから、なんだろうな、 すげえ難しい今このセットだと。
フロントのダンパーだけ締めてもらえれば、まあ結構いけると思う。もうちょっとすげえ楽になる。ここほら、あーやっちゃったね。まあいい、まあいい、まあいい、まあいい。いやー難しい。あそこどうしてもリアでじゃん。リア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 荷重、リアがリアからスキリオンがしたら、スキリオンがしたらもう本当にアクセルをクッと入れてリアに荷重をかけて今とほらリアに荷重アクセル音とでリアに荷重がかかってリアの流れ出しが逆に止まるんだよね今のところ。そうだから残さないように残さないように常に加速姿勢、それで加速姿勢取った方が早いからじゃなくてリアが流れちゃうから加速姿勢を取ってるだけなんだよね。ここ分かんない、アクセルのタイミングは本当に難しいな、エアピンは。さあどうだ、こういうところはいいんだけどね。まあだからそのアクセルで姿勢をコントロールするっていうのは今のところこうなっちゃうんだよね。リアブレーキがねちょっと奥すぎた、だから残り気味になって流れちゃったっていうのがね今の原因、失敗の原因。そうだからこういうところでもね本当にねアクセルレスポンスってすごい大事なんだよね。だからアクセルでヒュッて向き変えたいときに変えるとか、止めたいときにリアを止めるとかっていうことができないといけないから、そういう意味でアクセルレスポンスが 大切って。それがもう本当に反応してパッてできる車、あとだからシャーシがこう今みたいにこう早く動いちゃうとかね、これ早く動いちゃうねちょっと早く動くっていう意味とちょっと違うんで、荷重がね早く、これはまあむしろ荷重はゆっくりコントロールされるんだけど、何分だった今、はい、2分24秒でしたね。2分24秒、喋りすぎて何分かを見るの忘れたんですけど今ねアフレコで多分入れてると思います、はい、入れてますよ、入れてます入れてます。今ね俺黙っとく、アフレコ聞いてください何言ってんだ、はい、2分24秒でした。まあね、よかったらねチャンネル登録してってください、お願いします。